疲れ様です。はい、お疲れ様です。昨日後半途中からの出場でしたけど、はい、昨日試合は監督からどんな言葉をかけられて入ったんですか？途中からインサイドハーフで入ってそこでボールを受けて働くのとサイドをもっとうまく使って攻めるようにっていうので入りました。インサイドハーフすることがあんまり今までなかったのでチームとかでもそこをもっと理解深めて詰めていけたらなっていうのとゴールチャンスがあったので決め切りたいなっていうのはあります。私合流前に、はい、自チームで直接フリーキックのゴールを決めて合流という形で、はい、まあ、かなり調子もいい形だったのかなと思ったりするんですが、はい、自身の今のコンディションというのはいかがですか？そうですね、リーグも試合重ねてコンディションも上がってきているのでそのままこれからもっと上げていけたらなと思います。改めてこの合宿で何か目標というか達成したいことがあればお聞かせいただいてもいいですか？チームのことをしっかり理解深めて自分の中で消化してこうやるべきことちゃんとやることとあとは自分のパフォーマンスを積極的にしっかり出していきたいなっていうのはあります。ありがとうございます。ありがとうございます。リアクション違うでしょ。面白かったです。ヒロさんの笑い方、釣られます。楽しそうに笑う。楽しいから笑うんだ。なんかこの人楽しいのかなって。音楽の授業みたいな。ほら、発声練習。なんか変な丸なんだけど。はい、こんにちは。昨日、ウクライナ戦勝てて本当に良かったと思います。で、まあ、相手が、ね、どうこうとかそういうことではなくて、まあ、自分たちのやっぱサッカーをオリンピックに向かってやっていくっていうのが。まあ、でもああやって固められた中でも意図的にこう取った点は多いし8点取るっていうのはもうなかなかできることじゃないです、ね、攻撃のところでも質がすごい上がってきたなっていうのは感じます。で本当にオリンピックを考えた時にここに選手は昨日先発ではなかったけれども現に次の試合はスタートから行くっていう場合もあるし昨日途中で出た選手もいるし出なかった選手もいるけど現実次の2日後の試合に自分がベストで出れる状態に、まあ、体もやる気持ちもそこに持っていくっていう、準備をしっかりしてほしい。ここにいる選手がすごくチームにとっては大事になってくると思うので、それは自覚してやってください。OK？ はい、はい、いい練習しましょう。はい、どうぞ。ピッチャーは自分たちの問題が解決しなきゃいけないんだから。去年、一昨年か、E1 行った時、大迫と小島良介と、あと誰だっけ？あの時を。え？コウスケ、コウスケ。あの3人が全部アンダー見てた時、ちょうど2人もみんなで記念写真撮って、あれ宝あるもんね。6人のキーパーは全部自分が関わったキーパー。すげー。チェンジしよう、2本で右左で。そう。落としたらもう次関わることね。できればお互い頂点頂点の行ってる方向は必ず意識しながらワンタッチでもし難しかったらツータッチでも構わないけど、okay、はい、行こう。3人が関わってるイメージちょっと持ってなんだゴール移動中にちょっとそう右のオープン、右のオープンボール1個分外に行こう、ボール1個分外、もう1個外、ボール1個見る、 OK、 逆行こう、逆回り行こう、ナイスナイス、この距離あるからね、難しいよ。
バスの距離もあるから、まあ、OKOKOK。右こっちスタートしたら逆。Okay. いい？はい、行こう。離れた時についてったらダイオナル、背中がダイオナル。ダイオナル。勢いつけ。オッケー。準備ね。ナイス。切り替え。でもあの J ビレッジのあのウグイス事件はすごかったわ。4時半とかにさ、あ、鳥の声すごかったですよね、うん、聞こえなかった？してました。うわやましいわ。4時半、朝の4時半、朝日とともに幸せじゃないですか、朝日とも、ね、本当だ、こういう生活をするんだよね。暗くなったら寝る、明るくなったら起きる。まだもうちょっといいわ、そんなもう10年ぐらいが、はい、コロコロコ、ありがとうございます。はい。昨日の試合はいかがでしたか。まあチームとしても初得点取れたことはすごく良かったですし、まあ、自分自身も途中出場だったんですけど、まあゴールにつながるプレーをできたので良かったかなと。今の合宿の手応えっていうのは、まあもっとやっていかないと。18人に残っていけないなっていうのは正直な気持ちで、まあその中でこう試合で結果を残すっていうのは一番大事ですけど、まあ、日頃の練習から、まあ、自分のプレーをこうアピールしていって、まあ、本当に18人に食い込めるように頑張りたいなと思います。改めてオリンピックへの思いというところを聞かせてもらってもいいでしょうか。まあ、オリンピックの58人に入るっていうのはもちろんそうですし、まあ、まあでも今のままじゃ別に18人に入っていけないですし、まあ、戦えないなって思うので、まあ、自分自身に勝つこともそうですし、まあ、いろんな人からこういいものを吸収して自分を磨き上げていきたいなって思います。遠藤さんであのロンドンオリンピックの決勝、サッカーの決勝を見られたってお聞きしたんですけども、ロンドンオリンピックは、まあ、スタンドで見てて、なんだろう、不思議というか、まあ、あれを見たから自分もその舞台に立ちたいって強く思いましたし、まあ、今こうやってなでしこジャパンのプレーで来て、まあ、あの光景がこう先輩たちが準優勝で終わって悔し涙を流している姿を見て、自分が立った時は悔し涙で終わりたいなって思いました。後半も頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。移動のために、はい、飛行機乗せるためにこうやって梱包して乗せていきます。ジローさん、はい、今日栃木に移動先じゃないですか。はい、今練習終わって、はい、結構移動かなり大変になるじゃないですか。そうですね、結構タイトなスケジュールになってます。やっぱもう今回飛行機ってことで全部荷物とかチェックされてます。一応ある程度のものはチェックして、で、まあ、今回国内チャーターで、ありがとうございました、国内チャーターで、まあ、運べるので荷物も、まあ、個数で管理っていう感じですかね。今日はなかなか新しい一日となりそうな。そうです、多分もうこの後もすぐ戻って着替えて荷物片付けて、ご飯どうですかね、食べれたら食べて出るって感じですね。
めんね。じゃあお座りいただいて、マスクを取って、脈を解きました。前半は相手がどんなぐらいのスピードとかいうのもあんまり分からなくて、ちょっと引き気味になってしまったんですけど、後半はだいぶ慣れてきて、で高い位置も取れたりしたので、まあ、そこで修正はできたのは良かったかなと思います。でもありがとう、あの急で申し訳ない。あ、はい、お疲れ様です。ありがとう山田選手、お疲れ様です。お疲れ様。去年の10月に代表合宿、まあ、なでしこの活動時代だいぶ久しぶりで北山選手呼ばれてましたけど、その時にお話聞いた時はなんか呼ばれると思ってなかったっておっしゃられてたんですけど、まあ、その後の活動ずっと呼ばれ続けてて、まあ、昨日の試合も出られて、まあ、かなりその定着してきたのかなとかって印象あるんですけど、今どうでしょう、その、いや、その時の10月の時の気持ちの変化というか、今10月の時は追加招集だったんで、まあ、余計に多分そう思ってたと思うんですけど、まあ、そこでチャンスをもらって、まあ、今も呼び続けてもらえてるので、まあ、ここで満足せずにもっと自分の良さを出したり、でもっと課題とかもあるので、まあ、そこを改善してまだまだ頑張らないといけないなと思ってます。まあ、最終選考っていう感じで今回の合宿があると思うんですけど、まあ、残りの試合でもしっかりアピールしていけたらいいなと思います。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れのところすみません、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。試合という形が、これがもうオリンピックでやる形なので、今ちょっと海外組と分かれているのもあるので、ちょっと私から発信というのがこういう場じゃないとできないので、まあ、一つは、スタンボーがここで離脱という形になります。でその代わりに平尾が合流するので、まあ、試合がこういう形で続くので、まあ、オリンピックになった時にはまたちょっとやり方変えるかもしれないけども、今回の流れはもう今日はとにかく体を休めるっていう。でそれぞれでやはり試合に対してできたことできなかったことっていうのはあると思うので、まあ、そこはしっかり自分で反省しつつ、まあ、次にもっといいゲームができるように、それぞれは試合のところは振り返っておいてください。なのでまたちょっと向こう行ってもバタバタするので、コミュニケーション取れるところはしっかりコミュニケーション取って、ちょっとチームに参加していいものを作っていく、またしっかりやっていきましょう。 OK? はい。ピンクはない。ピンクはないよ。白。ピンクと緑はない。
でも、伏せちゃった。何ダンス？何ダンスか。何の話ですか？あの、舐めたら色変わる飴の話です。何色になったんですか？わからんって言うんですよ。変わった色が、なんか白、黄色か分かんないんですが、二人はセレッソの時からずっとの付き合いですよね。そうです。セレッソのアンダーチーム、いや、アンダーチームじゃなくてトップっていう、立ち上げが自分の一個上からだったんで、そのままずっと上がっていったんです。チームの立ち上げ自体は、はい、チームのうちからだんだん上がっていった感じ。二人はその時から一緒に、そうです、だから中2と中1から一緒です。長い付き合いですね。はい、長い。そう、6、7年8年キモッと中学、高校、大学、キモッと 10ぐらい、10年、11年目ぐらい、10年目ぐらい、10年目10年目目です。お互い好きなところはどこですか？そんな恥ずかしいから。何やってるんですか？性別変えるやつ。写真だ。誰の写真で？やばくない？やばいやばい、これは。鼻筋すごい、本当。なんか掘り深くね。そこに。もじゃもじゃしすぎない？これは本当に。何それ？可愛くしてる？可愛い？女らしく？ちょっと一回伸ばしてよ、こんくらいまで。やば。頑張ろうか。ちょっと見せて。どう？これ以外にある女性のやつ。髪の毛の量。どう？結構見た。あり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 。あるかな？ありありあり。じゃあ伸ばしちゃおうかな。男バージョンにさ、それ男はそれしかないの。ひげありかひげなし。ひげなしにしてよ。ひげなしあんま変わらなかったよ。どういうこと？変わんないって。ほら。プレーにはとても勇気づけられました。ありがとうございます。皆様におかれましては、怪我や体調にお気をつけの上、活躍を続けていただけるようお祈りいたしております。我々日本航空の社員一同も心より応援いたしております。そうです、全部うちのやつなんで。これどうやって何70個です。この位置、この位置、この位置、はい、チーズ。どう？あ、すごい、気球の上に向かってる。リサはレンガの上に乗ってる。
口入学だね、これ。これは裏口入学ですね。全部はい、ちゃんと市原さんが飛行機抜けてくれてるんで全部届いてます、ちゃんと。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。